エミール・ニコラウス・ヨーゼフ・フォン・レズニチェク。1860年5月4日、ウィーン1945年8月2日。ベルリンは、オーストリアの高キロマン派音楽の作曲家。チェコ系貴族の末裔として、オーストリア帝国に生まれた。オーストリア帝国の将軍、ヨーゼフ・レズニチェクを父に、ウィーンのボヘミア系の家庭に生を受ける。実家は、騎士階級であり、 1860年1月2日に、男爵位を授かったばかりであった。画家のフェルディナント・フォンデ・デズニチェクは、イボテーである。グラーツにおいて、法学と音楽とを同時に学ぶが、法学では学位を取得せず、代わりに、ライプツィヒ音楽院で音楽の学習を続けた。その後、チューリヒやグラーツ、シュテッティン、マインズ、マンハイム、バイマルの劇場で指揮者を歴任し、 1886年から1894年まで、プラハの学長に就任した。1894年12月16日には、プラハでドンナ・ディアナの初演の大成功を見届けている。1902年の春に、ベルリンに定住し、時折、ロシアやイングランドにも演奏旅行を行った。 1909年から1911年まで、ベルリンコーミッシェ・オーパーの主席指揮者に就任した。1920年からベルリンコートを音楽、学校作曲家で教鞭を取った。プロイセン芸術アカデミーの会員並びに役員となった。レズニ、チェックの作品は、アルトゥールにキッシュや、グスタフ・マーラー、フェリックス・ワインガルトナー、リハルト・シトラウス、レオブレッヒラの指揮者によって、 世に送り出された。第三帝国期には一目置かれる作曲家となり、1933年7月には愛国家、ラインの守りで締めくくられる1925年完成の祝天女曲を新たに解放されたドイツと題して初演している。1934年から1942年まで作曲家国際協力上人顧問、ドイツ全権施設を務めた。 1935年には芸術科学ゲ手テ章を授与され、1936年4月20日にはアドルフ・ヒトラーから教授職に任命されている。1938年に弦楽四重奏曲が第3帝国音楽祭で上演され、同年に帝国文化評議員として帝国音楽院に提言した。1940年により月々の恩給を 1944年12月には1回限りの3万、帝国マルク以上の贈与金を授かった。レズニ、チェックの母肥没後は、ビルマースドルフの森霊園に葬られた。レズニ、チェックは、リヒャルト・シュトラウスと、個人的な友人同士ではあったが、両者の関係はどっちつかずであった。レズニ、チェックの公共誌、シュレーミールは、シュトラウスの公共誌、英雄の生涯の直接のパロディである。 ユーモアの活用というのが、ほとんどのレズニ、チェック作品の特色であり、過激、騎士ブラウバルトの早口で、わけのわからないことを口走るブラウバルトから、公共し聴者のあざけるような、金の子牛をめぐる踊りを経て、舞踏公共曲の表現主義的な最終楽章、タランテラに至るまで、その例は埋挙の糸間がない。このような悪ふざけのせいで、レズニチェックは、 ユーモアの利用に不慣れな音楽や芸術の分野でしばしば面倒に巻き込まれた。今日レズニ・チェックは、もっぱら歌劇、どんな、ディアナの序曲で覚えられており、この序曲は、ドイツはもとより、イギリスやアメリカ合衆国でもテレビ番組のテーマ音楽に転用されて親しまれてきた。しかしながら、レズニ・チェックが手掛けたジャンルは、公共曲や還元楽組曲、セレナーデ、序曲、 バイオリン競争曲、室内楽があり、歌劇も多数存在する。以前はレズニ・チェック作品のまとまった音源を入手することは難しかったが、1980年代からゴードン・ライトがアメリカでレズニ・チェック協会を作り、レズニ・チェックの作品の再評価の機運を高めた。現在ではドイツのレーベル CPO から公共曲や公共詩など、 管弦楽曲の連続録音が発表されており、3幕のメルヘン・オペラ、騎士、ブラウバルトは、ベルリン放送公共楽団によって録音が制作された。競争的作品演奏会用序曲公共組曲、セレナー・デ・フーが、変奏曲バレエ、仏曲、更進曲劇、不随音楽歌劇、軽歌劇、チーニア・ロジス・チズ・ハンブーフ・デ・アドルズ、アドルス・レクシコン・バンドクシー、 聖手366、バンド122デアジェッサムトレ、CA、スターク・バーラグ、リンバーグ2000、一瞬0435から2408、ABC フレット K、プライバーグ、ハンブーフドイチェムジカー19331945、CD ロムレクシコン、キール2004、S5.7245.725、フレット K、プライバーグ、 ハンブ半分不どムジカ川 19331945S5.729 フレット K プライバーグハンブ半分不どムジカ川 19331945S5.733 うと5.735ありがとうございます。